か。大体そんな毎日をなんとかやっているのさ。おいしいものを食べたいな。半額にはならないもの。インスタントな毎日をなんとか食っているのさ。散らかった部屋の中、動画サイトを見ている。ついついくだらないことでケラケラ笑ってる。ああ問題ないぜ、毎日が愛おしい。生きてるだけでベイベー、幸せと呼べないかい。こんな辛い夜はクソして眠るのさ。朝日はきっとベイベー平等に降り注ぐ。何を買うわけじゃないけど、まっすぐ帰りたくないんだ。だいたいいつも寄り道さ、生まれてからずっとそうさ。いらないものばかりなのに、なんで捨てられないのかな。余計なことばかりかな。いつも考えてるのは積もる仕事。